さあ攻守の方向を入れ替えまして、今度は広島大学がメインスタンドから見まして右から左に攻める格好に変わります。これより第2クォーターに入ります。広島大学相手陣11ヤードからファーストダウンテ、さあどうなった、そのまま一気に切れ上がった、タッチダウン。ここで広島大学は好調な1番にボールを託しました。1番トスを受けまして、そこから一気にオフェンスラインの後ろをつきまして縦に切れ上がり、相手のディフェンスの流れの中それを振り払いまして、そのままエンドゾーンに流れ込んでタッチダウン。広島大学この吉村のランによりタッチダウンし6点追加となりまして、トライ4ポイントに入ります。さあここでフォーメーションを組んでいる非常にトリッキーなロンリーセンターを組んでいるが、ここでフォーメーションを再び変え、キックの体形に変えます。このキック決まりまして1点追加、愛媛大学0点、広島大学14点、広島大学がリードを広げる格好になっております。本日好調な吉村、まさにこの正念場のゴール前の攻撃、見事にその総力でエンドゾーンをに体をねじ込みタッチダウンを上げ、得点を広げる形にな得点差を広げる形になっております。さあ立ち上げ重ねました広島大学のキックオフで試合再開となります。さあ FM が段に入った、抜けている、ナイスリターン、リターナー7番、そのキャッチした地点からそのまままっすぐ前進しリターンを敢行しました。相手タックルを隙間を塗って一気に独走、ハーフウェイ付近まで返しまして、この位置からの攻撃権も得ております。この位置から愛媛大学の攻撃となります。非常に好調なリターンを見せているのは愛媛大学7番の大和です。八幡浜高校出身2回生です。愛媛大学ファーストダウン10、ボールオン自陣44ヤード。パス不成功。左に展開していた1番にパスですが、これを広島大1番がカバーしており、パス不成功に変えています。前パス失敗の場合は、ボールを元の位置に戻され、次の攻撃という形に変わります。従いまして、愛媛大学、次のセカンドダウンに攻撃権変わります。愛媛大学セカンドダウン10、パス不成功。クォーターバック17番、ここで自らボールを持ち込まんとするそのフェイクをしまして、奥に走り込むレシーバーめがけてのロングパスを投じましたが、これはレシーバーとのコミュニケーション合わず、パス不成功に終わっています。ダウン1つ失いサードダウンに変わります。愛媛大学サードダウン10、パス不成功。ここはパスで突破を図りました。ターゲット8番でしたが、パスが上ずりオーバースロー。パス失敗でフォースダウンに変わります。
愛媛大学フォースダウン10の状況でパントフォーメーションを組みました。パントにより陣地挽回を図ります。このパントは外へ蹴り出す格好になりまして、広島大学陣29ヤード付近で外へ出たので、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりまして、今度は広島大学にテイクオーバー、攻撃権変わります。先ほど好調でしたパス攻撃を展開しようとした愛媛大ですが、ここは広島大学のディフェンスカバーよく結果的にフォースアンダウト、攻撃権を更新できず攻守交代になっております。攻撃を取り返した広島大学、今度は自陣29ヤードからの攻撃に入ります。広島大学ファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー。広島大学でパスから入りました。しかしそのパスを取りましたのは愛媛大学73番。インターセプトしまして愛媛大学攻撃権をダッシュ、攻守交代です。ターンオーバー。ここで広島大がパスによってこの状況を突破しようとしましたが、そのパスを愛媛大見事にインターセプトしまして再び攻撃権を取り返しました。素晴らしいインターセプト、一足とは73番の首藤、松山南高校出身の3回生です。さあこれにより相手陣23ヤードからの攻撃、愛媛大学ファーストダウン10。ここでホイッスイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスは揃ってスタートしなければいけません。少なくとも1秒間全員の静止、特殊な選手を除いては求められます。この反則を犯したことにより5ヤード抜退という形になります。愛媛大学相手陣29ヤードからの攻撃に変わりますが、ファーストダウン15で試合再開です。パス不成功。愛媛大学ここはパス攻撃で状況打開を図ります。左に展開しているレシーバーが めがけてパスを投じましたが、このパスはしかしタイミングが合わずパス不成功になっています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。愛媛大学相手陣29ヤードからセカンドダウン15。ここでトラブル発生、ターンオーバー。ここで愛媛大プレーを展開しようとしましたが、ここでクォーターバックがボールをファンブル、そしてその落ちましたボールを拾いましたが広島大でしたので、ここで攻守交代です。ターンオーバー、攻撃権変わりまして広島大学に攻撃変わります。広島大学自陣36ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。ここで広島大場を沈めるかのように得意のランプレーから入りました。中央へのランプレー、キャリア1番に託しまして1番一気に切れ上がり、一発で攻撃権更新です。広島大学ファーストダウン、見事なランを展開しております。1番の吉村です。恵那高校出身4回生チームキャプテンです。
広島大学ハーフウェイからファーストダウンテさあしかし今度は愛媛大止めた。同じく1番のランプレー。しかしここで1番左にカットを切った際に愛媛大ディフェンス陣が殺到しこのランを阻止しています。ゲインはしかし2ヤードとなっています。バーバロック様メッセージありがとうございます。ボイジステートのフィールドのような感じがしますねということですが、おそらくこのフィールドの青さが非常に特色があるということを言いたかったかと思います。私もこの青いフィールドはここでしか見たことがありません。非常に印象深く、またここは非常にそのためボールの視認がしやすいフィールドで、私も撮っていて楽しく思います。パス不成功です。パス不成功の判定。ここで広島大外にいましたレシーバー92番にパスを投じ、ここからキャッチアンドラン図らせようというところでしたが、愛媛大凄まじいチャージかけましてこのパスを不成功に変えています。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。聞きましたところこのフィールドは、国際ホッケーをもとにして基準になっていますフィールドと聞いております。そのため青いフィールドになっているのはそれが理由だというふうにも聞いております。広島大学サードダウン8。ファーストなんとここでロングパス成功。一気に奥に走り込んだレシーバーにパスを投じました。これを受け取りましたのはターゲット15番。見事にこの競り合い勝ちまして一気にゴール前に入っての攻撃権です。広島大学ファースト。これにより広島大学相手陣3ヤードからの攻撃に入ります。広島大学ファーストダウン2ゴール残り3ヤード。さあ中央行った判定どうか。タッチダウン。ここで広島大学ランプレーで一発で仕留めました。失礼しました、ホイッスルが鳴っています。ここで広島大学がタイムアウトを取りました。先ほどのプレー私の方でタッチダウンと申し上げましたが、エンドゾーン手前で止まっていた模様です。失礼いたしました。先ほどのプレーでのタッチダウンはなっておりません。セカンドダウンに変えます。ここで広島大学が前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。広島大一気にこのままタッチダウンを狙うといったところでしたが、その初手を封じられたことで一旦ここで作戦タイムアウトを取った模様です。さあタイムアウトどのような作戦を練りましたでしょうか。広島大学セカンドダウン2ゴール残り1ヤード。さあ中央行った、タッチダウン。ここでこの1ヤード最も確実なクォーターバック自らの QB スニークで確実に仕留めました。クォーターバックならば自らエンドゾーンにボールを持ち込みましてタッチダウン。6点追加となっています。そしてトライ4ポイントに入ります。先ほど同様ロンリー先端からフォーメーションを変えましてキックフォーメーションに変えます。
このキック決まりまして1点追加、愛媛大学0点、広島大学21点とその差広がる形になっております。積極果敢でした、パス攻撃をかいくぐり、広島大学は着実なランプレーによって陣地を押し返し、最後もそのランプレーによりましてタッチダウンを重ねまして、その得点差3タッチダウン差に変えております。ああ、様メッセージありがとうございます。広大16番応援していますのメッセージありがとうございます。16番の太田選手は、立命館森山高校でアメリカンフットボールを経験していたと聞いております。この中四国では非常に珍しく、また強豪校出身ということでも注目を集めておりました。1年次から活躍していた選手でもあります。それゆえにこの2年間は、甲子園ボールトーナメント出られなかったことしちゃい、非常に苦しかったと思います。この4回生最後のワンチャンスにかけている、そのようなワンプレーでもありました。さあ得点上げました山口大学のキックオフで試合再開となります。さあ愛媛大リターンに入る、いいリターン入った、さらに抜けるナイスリターン。この愛媛大学キックオフリターン非常に素晴らしいものがあります。7番果敢にそのまま縦に切り上がりまして、相手タックルを飛び越えるように自陣40ヤードを超えた地点からの攻撃権を得ます。愛媛大学このリターンの7番の大和のリターンは非常に注目になります。八幡浜高校出身2回生です。愛媛大学自陣45ヤードからのファーストアウト、ここでホイッスル。ここで愛媛大学が前半1回目のタイムアウトを行使しました。YouTube でこの試合をご覧いただいている方々は、チーム名の下側にあります黄色い輪にご注目ください。こちらが両チームの前後半のタイムアウトの残り数となっております。現時点は前半のタイムアウトの残り数の本数が、となっていることでご理解いただければ幸いと思います。双方とも前半1回ずつタイムアウトを行使した状況になっています。さあここで一旦場を落ち着かせるように愛媛大学がまず前半1回目のタイムアウトを行使しました。この自陣45ヤードからどのようなプレーを展開していくでしょうか。愛媛大学ファーストアンテ、パス不成功、パス不成功の判定です。クォーターバック17番パスプレーにおいて、この時に投じましたパスを広島大学はパスリフレクトしましたが、1番キャッチ仕掛けるが、しかしここで乱れた軌道を補正できずパス不成功になっています。ダウン1つ失いましてセカンドダウンに変わります。愛媛大学セカンドダウン10、愛媛大学7番左に展開したヒッチパスをキャッチ、ここからディフェンス群がる中、ここからキャッチアンドラン、見事なスピンボールを決めました。左サイドライン駆け上がりまして攻撃権更新、愛媛大学ファースト、見事な動きで攻撃権更新になりましたのは愛媛大学7番の大和。リターンでも好調なこの選手、レシーバーでも活躍しました八幡浜高校出身2回生。さあ相手陣に入りまして、相手陣44ヤードから愛媛大学ファーストアンテ、
ここでパスプレー行きました。エフベライレシーバー、しかしこの時にボールをジャックル、その浮いたボールを取りましたのは広島大学23番インターセプト成立しまして、攻守交代です。ターンオーバー、攻撃権変わり広島大学に攻撃権変わります。先ほどのパスによって攻撃権更新になりまして、再び攻撃敢行しようとしたところでしたが、このパスによるミスコントロールによりまして、ワイドレシ、このパスが広島大学23番のインターセプトとなり攻守交代となったところで、現在ウォーターブレイクに入っております。見事この状況でインターセプトを決めましたのは広島大学23番の日高でした。一律広島高校出身の1回生です。岡村城さんはメッセージありがとうございます。八幡浜でなく八幡浜なんですね。ありがとうございます。いずれにしましてもちょっと発音が難しく、戸惑う点がありますが、何卒ご了承お願いいたします。さあウォーターブレイクときまして、試合再開です。攻撃権は広島大学に変わっております。広島大自陣41ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのランプレー、キャリア31番に変わっています。31番ハンドオフから中央、体をねじ込むように約6ヤードゲイン。ここでキャリア変わりまして31番の選手に変わっております。31番は辻村、虎姫高校出身の選手です。高校時代はサッカー部となっていますが、虎姫高校もアメリカンフットボールがありました高校です。現在はクラブチーム化しておりますが、しかし湖北におきましてその名を轟かせた高校強豪、現在も存続しております。オープンランプ、見事に攻撃権更新です。失礼しました、広島大学ファースト。今度はトスしまして右オープンゲートランプで31番、これも見事に前進しまして攻撃権更新になっております。広島大学ファースト、ここは辻村のランによって攻撃シリーズを展開する模様です。さあ攻撃権更新になりました広島大、相手陣48ヤードからのファーストアンテ。ここで左オープンへのランプレー、ワイドレシーバー16番がジェットモーションスイープ、加速した形でモーションしまして左オープンに勢いに乗りまして、スピードでマクランとする走路を展開、スピードを展開しましたが、これは愛媛大学もカバーしまして1ヤードロスに変えております。オフェンスチームは1人だけバックスを動かしてもいいというルールがあります。その方向は横ないしは後方と制限もありますが、これを生かしました動作モーションを使いました点も、オフェンスの非常に彩りある点ですのでご注目いただければと思います。広島大セカンドダウン11、ナイスラーファースト。ここで広島大学好調な1番にオプションからのピッチ、受け取りました1番、そのまま一気に右オープン独走しまして見事攻撃権更新です。広島大学ファースト、ここで広島大学が前半2回目のタイムアウトを行使しました。広島大ここでいろいろなバリエーションを展開してまいりました。ワイドレシーバーのモーションを生かしたランなどさまざまなランバリエーションを加えながら、しかし要所では1番吉村をこう使いまして非常に着実に押し返していっております。現在その広島大学が前半2回目のタイムアウトを行使しているところです。さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。広島大学相手陣30ヤードからのファーストダウン10。
ス不成功、パス不成功となっています。ここでクォーターバックならば一気に奥に走り込んだレシーバーめがけてパスを投じましたが、しかしこれはディフェンスの壁厚く、パス不成功となっています。ダウン一つ失いセカンドダウンに変わります。広島大学セカンドダウン10、ボールオン相手陣30ヤード。スクリーンパス、奥に走るレシーバーめがけてでなく手前にいたランニングバックにパス、そこからブロッカーつけてのデザインプレー、これを一番見事なステップワークで左オープン展開、一気にエンドゾーン走り込んでタッチダウン。素晴らしいキャッチアンドランによりましてタッチダウンを得まして6点追加となりました広島大、トライフォーポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、広島大学28点、愛媛大学0点とスコア変わっております。1番吉村、今度はキャッチアンドランで見せました。ディフェンス村上の中、見事なステップワークで左オープン展開し、一気にディフェンスを振り切り、そのままエンドゾーン走り込んでタッチダウンし、さらにタッチダウン重ねてその差4タッチダウン差と変えております。その得点を挙げた広島大学のキックオフで試合再開となります。さあ愛媛大ダンに入る、さあ上がっていく、ナイスリターン、素晴らしいリターンを披露しています。7番のリターンが非常に入る一瞬でもあります。愛媛大学7番大和、素晴らしいリターンを展開しているようです。八幡浜高校の出身とお聞き、読ませていただきます。愛媛大学自陣44ヤードに近いファースト点、この大和のリターンで非常にいい位置は確保しています。なんとか生かしたい、ナイスキャッチファースト。ここで広島大、中央切り込んだレシーバーへパス、13番ディフェンス村上の中、見事にキャッチしまして攻撃権更新になっております。愛媛大学ファースト、しています。ターンオーバー、攻守交代、画面確認漏らしましたがキャッチしは成立した模様です。しかしこの後ファンブルが発生した模様です。その落としたボールはフリーボールですので、どちらが抑えても構いません。またその間はプレー中となります。抑えましたが広島大、したがって攻守交代、ターンオーバー、攻撃権変わりまして広島大に変わりました。中央のプレーファースト、ここで広島大学は好調なランから入りました。ランニングバック31番に託しまして中央突破しまして攻撃権更新になっております。ここで残り時間
前半2分を切りましたので2ミニッツウォーニング、ここでレフリータイムアウトが入ります。今シーズンから NCAA、大学アメリカンフットボールを含めました国内のアメリカンフットボールのルールは大きく変わりました。従来ならばプロでしか採用されなかった前後半の残り時間2分でのレフェリータイムアウト2ミニッツウォーニング、これが NCAA、いわゆる、カレッジルールでも採用される形になりました。今シーズンよりこの残り2分を使いました攻防、注目に値する1点となります。これをいかに生かすか、そして残り2分を切ってからいかにタイムコントロールするかも注目しましょう。さあタイムアウト解けて試合再開です。広島大学ハーフウェイからファーストアウト、パス不成功の判定です。パス不成功、まずパスプレーから入りましたが、しかしこのパスを92番キャッチできずパス不成功になっています。ダウン1つ変わりセカンドダウンに変えます。前パスは失敗しますとボールは前進できず元の位置に戻されますが、パス失敗により時計はその次のプレーが始まるまで止まる形になります。このルールをいかに生かすかもこの残り時間2分を切ってからの重要な要素になります。広島大学セカンドダウン点ボールオンハーフへ、パス成功ファースター、今度は外へ展開しました。ランニングバック1番にパスを通しました。このパスを1番キャッチしサイドラインに駆け上がりまして攻撃権更新です。広島大学ファースター、そして外へ出たためここで時計が止まります。この外へ出る権利もいかに生かすかが重要になります。広島大学相手陣35ヤードからファーストダウン点、パス成功タッチダウン。なんとここでロングパスを通したのが、そして取りましたのはワイドレシーバー21番ディフェンスをかわしまして競り合いながらこれを見事にキャッチしましてタッチャー、素晴らしいプレーが出ました。この鮮やかなタッチダウンパスによりさらに6点追加となっております。広島大学トライ4ポイントに入ります。そしてこのトライ4ポイントも見事に決めまして1点追加、広島大学35点愛媛大学0点とさらにその差広がる形となりました。しかし素晴らしいプレーでした。奥に走り込んだレシーバー21番ディフェンス競り合う中見事にこれをジャンピングキャッチしまして競り勝ち、そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン、見事なタッチダウンパスキャッチでした。素晴らしいキャッチ決めたのは21番の湯気でした。佐賀西高校出身の2回生です。高校時代バレーボールの選手だっただけにその跳躍力そして制空権素晴らしいものがあるワンプレーでした。ショコラカイニューミックスのメッセージありがとうございます。ヒュータイ11番を応援しています。元立命館森山のチームメイトの保護者の方なのですね。やはり見知った選手ここで活躍していることを非常に誇らしくも思いますし頼もしくもあります。またその意味でも応援したくなる心持ちよくわかります。ぜひこれからもメッセージお願いいたします。さあ人が愛媛大リターンに入る、このリターンは本当にいい。リターン7番果敢に縦に切ればいまして
やはり自陣40ヤード付近を確保しました。この位置からの攻撃です。ヤマトがリターンで素晴らしい見脚を披露しています。同時にこれはリターンチームも素晴らしいブロックを披露している証です。愛媛大学自陣40ヤードからファーストアンテン。パス不成功。まず内側に切れ込んできたレシーバー、1番にパスを投じました。しかしわずかにパスが低く不成功になっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。愛媛大学セカンドダウンって、さあここで何か起こってるか。パス不成功、パス不成功の判定です。審判団パス不成功のジャッジを下しています。あわやまたターンオーバーかと思いましたが、しかしパス不成功の判定でしたのでサードダウンに変わります。さあ愛媛大パス攻撃でなんとか活路を見出したいところですが、広江も徐々にプレッシャーをかけてまいりました。ここでホイッスル。愛媛大学ここで前半2回目のタイムアウトを行使しました。愛媛大学としては何としてもこの残り時間1分14秒で得点は返したいという思いがあり、パス攻撃展開したいところですが、現在広島大学も非常に堅調なディフェンスを見せています。ここで策を講じるためタイムアウトを取った模様です。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。愛媛大学サードダウンテン。ここで広島大学すごいタックルを見せた。手前にいたランニングバックにセーフティーバルブの安全面のパスをキャッチさせ、そこからキャッチアンドラン図らせんというところでしたが、ここで広島大学ディフェンス凄まじいタックルでこのプレーを阻止しました。見事なタックルしたのは58番のプレイヤーです。フォースダウンに変わります。ここで広島大学が前半最後のタイムアウトを行使します。見事なしかしタックルを披露しましたのは広島大学58番の荒巻でした。4回生がその本会トゲンとする素晴らしいプレーを披露したと私は見させていただきます。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。愛媛大学フォースダウン4パントフォーメーションを取りました。
このパントかなり大きなパントになりました。しかしエンドゾーンに入りましたのでタッチバックとなります。タッチバックの場合には相手チームに攻撃権移り、相手チーム自陣20ヤードからの攻撃という形で、攻撃権譲渡という格好になります。パントはそのキック力が非常に大きな要素ですが、同時にこの20ヤードというラインを超えたあたりでどのようにうまく落とすかというコントロールも求められます。このあたりはゴルフの、そのショットに似ている技術に近いものがあります。さあ広島大学は自陣20ヤードからの攻撃に変わります。広島大学ファーストダウン10。パスだ。ここで広島大学パスプレーを敢行しました。得点を狙わんかとするようにサイドラインにありました21番にパスをし、攻撃権更新になっております。広島大学ファスだ。外へ出ましたので時計も止まっております。残り時間前半32秒。広島大学この残り時間を使いまして得点を狙うかのような攻撃を展開しています。自陣40ヤードから広島大学ファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック7番ロングパス、一気に奥に走り込んだレシーバーに通しまして16番これをディフェンス振り切りノーマークになっていましたが、しかし目測誤ったかキャッチミス、パス不成功でダウン代わりセカンダーに変わります。広島大学セカンダウン10。パス不成功です。今度は左側にいるレシーバーに向けてパスを投じましたが、このパスオーバースロー、サーダンに変わります。広島大学サーダン10。不成功。右にいました16番にパスしましたが、16番これをキャッチできずパス不成功、フォースダウンに変わります。広島大学フォースダウン10、パントフォーメーションを取ります。このパントは愛媛大学陣25ヤード付近でとどまりました。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして愛媛大学0点、広島大学35点。広島大学が5つのタッチダウンを重ねまして前半主導権を握った格好で終了となっています。